ドナルド・ハワード・メンゼルは、アメリカ合衆国の天文学者。デンバー大学で学んだ後、プリンストン大学で博士号を得た。1921年まで、リック天文台で働いた。その後、ハーバード大学で働き、1954年から1956年まで、アメリカ天文学会の会長を務めた。はじめ太陽の研究を行い、その後、 ガス成分の研究を行った。ローレンス・オーラー、ジェームズ・ベーカーと惑星上成分の研究の基礎を築いた。著書にピーターソン・フィールド・ガイズの中の A フィールド・ガイド・ツー・ザ・スターズ・アンド・プラネッツがあるが、UFO の存在を否定する一般向けの著書フライング・ソーサース、A サイエンティフィック・エグザミネーション・オブ、A メジャー・ミス・オブ・ザ・スペース・エイジ、ザディフィニティブ・エクスプラネーション・オブ・ザ・ UFO フェノメノンで、 知られる。1968年にアメリカ下院の科学宇宙委員会の校長会で全ての UFO の目撃に関して自然現象で説明できると証言した。1901年コロラド州フローレンス生まれ、同州リードビルで幼少期を過ごす。早くに読み書きを覚えると父に習ったモールス信号でメッセージを送受信し始める。 科学と数学に夢中になる入り口は、鉱石と岩石標本収集で、10代になると地下室に、大がかりな科学実験装置を自作した。また、組み立てキットなど市販される前に無線機を組み立てて、アマチュア無線に時間を忘れる。アウトドア派でもあり、アメリカのボーイスカウト最高位のイングルスカウトに、認定され暗号解読に強みを発揮。ハイキングや、 フライフィッシングは晩年まで楽しむ趣味だった。フローレンス・エリザベス・クリーガーと1926年6月17日に結婚、娘2人がある。デンバー大学に16歳で飛び級で入学すると科学を専攻。少年時代の友人の影響で天文学に関心を持ち、1918年6月8日の日食。 1918年のわし座新生 V603、噴火の観測を経験する。大学を修了した1920年の、翌1921年に、科学学士に加え科学、数学の修士課程を修了。プリンストン大学に進むと夏休みのアルバイトで1922年から1924年まで、ハーバード大学天文台のハーロー・シェイプリーの研究助手を務め、 やがて天文学で2件目の修士号を取得。博士論文は、ヘンリー・ノリス・ラッセルの指導を受けて授与されている。理論天文学への興味を刺激されたメンゼルは、アイオア大学とオハイオ州立大学で2年間教職に、就いた後、リック天文台の助教授に推薦されると1926年に、カリフォルニア州3の税へ移る。その後、 ハーバード大学に移るのは1932年である。第二次世界大戦中、メンゼルは海軍に移植されて、士官待遇として入隊、多面的な才能を活用して、敵軍の暗号解読など様々な情報関連の研究開発の指揮をとる。除隊後も国防総省の研究開発に1955年まで関わり、電波の到達距離改善に、 太陽の放射を記録し、オーロラから受ける影響を調べて、電波電波を改善した。1964年から死の年まで、メンゼルは、米国国務省のラテンアメリカ問題コンサルタントであった。戦後、ハーバード大学に戻ったメンゼルは、付属天文台帳代理を、拝命、1954年から1966年まで、大朝職にあった。 1950年代にはコスト削減のため一時期天体写真用の写真看板製造を停止させたことがありこの時期をメンゼルギャップと呼ぶハーバード大学優待は1971年である科学データの収集に努めたメンゼルは日食観測の機会を求めて何度も探検の旅をしている1936年6月19日の 回帰日食は、ロシアの草原で、ハーバード大学、MIT 合同遠征隊の観測を率いた。1945年7月9日の日食は、アメリカカナダ合同遠征隊を、サスカチュワン州で、指揮、あいにくドン天に見舞われている。また、回帰日食の観測にたびたび望み、その多くで遠征隊を指揮した。メンゼルは、日食観測の回数では、 世界一と自認しており、非公認ではあったが、この座は、後に、教え子で同僚、また共同執筆者となる J パーサチョフに譲る。メンゼルが1922年に発見した、惑星上星運 PK329 から2.2。メンゼルにと命名。1930年代末、太陽観測専門の観測書、コロラド州クライマックスに気づくと、 回帰日食観測用を模倣した天体望遠鏡を据え、同僚と共に太陽コロナの観測と虚空に吹き上げるプロミネンスの撮影に取り組んだ。当初は太陽観測に熱心だったが、やがてガス上の星雲に関心を移す。ローレンス・オーラー及びジェームズ・ジー・ベーカーとの共同研究により、惑星上星雲の基本原則をいくつも解明するに至った。 フィールドガイドの定本ピーターソンシリーズに星と天体の図鑑 A フィールドガイド2ザスターズプラネッツの初版を執筆。最近年の論文でメンゼルが披露した結論とはシュバルツシルト界の考察に基づくブラックホールの不存在とあくまでも物語に過ぎないと論断した。メンゼルは1965年にギャラクシーサイエンスフィクション誌に自作のフィン S, s フュ n e r a が掲載された科学小説家でもあった。また水彩画も描き3次元の穴が貫くクレーターや雲、宇宙船、宇宙人などを主題にした。修士号と博士号は1942年にハーバード大学、1954年にデンバー大学でそれぞれ取得。 アメリカ天文学会では1946年から1948年まで副会長を務め、1954年から1956年まで会長職にあった。デンバー大学のジョン・エイバンス賞を受賞。メンゼルの生誕100周年にあたる2001年5月、ハーバード・スミソニアン天体物理学センターは、記念シンポジウム、ドナルド・ H ・メンゼル、 科学者、教育者、建築家を開催した。天文図鑑 A フィールドガイド2ザスターズプラネッツ初版は1975年にハーパーコリンズから発刊後、たちまちベストセラー入りした。改訂版はメンゼルの没後に教え子の J ・パサチョフが執筆を受け継いで版を重ねる。定番の図鑑を揃えたピーターソンシリーズにも収載された。現代の星座として 国際天文学連合が決定した星座は88あり、メンゼルは観測者が位置を覚えやすいように独自の8分類を考案し、初版第4章を当てて発表している。名前や位置がよく知られた星座から、他の星座を探せるように、北斗七星、ペルセウス座、ヘラクレス座、オリオン座を周辺の星座の代表に立ててある。王道体には伝統的な星座として、 王道十二星座、また水という共通点のある星座を揃えた天数星座がある。また、南半球の星座を集めたバイエル星座は、ペトルス・プランシウスが発見したものをもとに、ヨハン・バイエルが、ウラノメトリアにより1603年に星座に採用した星座を加えてある。さらに、フランスの天文学者が、南アフリカのケープタウンで観測し1756年に、 発表した製氷から、ラカー優勢座として選んだ。メンゼルの天文学の著書で長く、人気を保ち、版を重ねたのは、A フィールドガイド2、ザスターズプラネッツインクルーディングザムーンサテライズコメッツアザーフィーチャーズオブザユニバースである。第2版は、パサチョフと教、共著パサチョフ調を監修した第3版を経て、第4版は、パサチョフ単著である。科学史や、 その他の投稿は270件以上ある。ありがとうございます。